シミュレーターとは、アナログゲームのウォーシミュレーションゲーム情報誌。発行元の変更が行われており、前期のシミュレーター表記のレックカンパニー時代を旧シミュレーター、後期のシミュレーター表記の小企画時代を新シミュレーターとして区別されることがある。初代編集長は鈴木和也。1982年創刊、1984年休刊。 通勘14号。当時日本最大規模であったゲームクラブファーストディビジョンの機関紙として創刊されたが、2号以降、レックカンパニーが経営と編集を引き継ぎ商業しか。B5 班、中戸じ。通常の書店流通では扱われず、ホビー流通により、ホビーショップなどで入手できた。エポック社のウォーシミュレーションゲームをメインに扱う。初代編集長は鈴木新一郎。 小企画発行、1985年6月創刊、1991年6月休刊、通刊34号。B5 版、平戸寺。地方小出版流通センター扱いで、書店流通となる。ホビージャパン発行のタクテクスと並んで、日本のボードシミュレーションゲーム雑誌の総壁と、呼ばれていた。 当時他に発行されていた同種の雑誌としては、オペレーション、ウォーロック、オフィシャルディアンド、ディーマガジンなどが挙げられる。エポック社のウォーシミュレーションゲームや、SS シリーズをはじめとする、自社ブランドのゲームをメインに取り上げていた。また、ロシアンキャンペーンや、ロシアンフロント、パンツァーグルッペグーデリアンなど、東部戦線テーマのものや、ウォーインヨーロッパのような当時としては、ハードルの高いゲームも、 積極的に取り上げていた。ウォーシミュレーションゲーム以外では、ローズ・トロード、ルール・ザ・ワールドなどのテーブルトーク RPG を取り上げたこともあり、何度か力の入った RPG 特集号を制作した。また、スポーツゲームを取り扱うコーナーも連載されていた。以下、すべて新シミュレーターに付録。ありがとうございます。